山小屋自分の。 山仲間の体験談です。神奈川県にある山奥の山小屋に彼は泊まっていた。山小屋には彼の他に二人の男性。夏にしては異様に少ない。風と木々のざわめきしか聞こえない山小屋で、この三人の男性たちは夜遅くまでランタンに明かりを灯し、 高山植物の話や、今まで登った山について語り合っていた。夜中の一時くらいだっただろうか。一人が突然、外から声がしないかと言った。二人は言葉を止めて耳を傾けた。うぅ、助けて、助けてくれ。 外から声が聞こえてくる。こんな夜中になぜと思いつつも彼らは外へと飛び出した。そこには初老の男性が胸をつかみのた打ち回っていた。彼は男性に駆け寄ると大丈夫かと声をかけた。他の二人のうちの一人が持っていた携帯無線機で sos を送ろうとした。だがなぜかつながらない。仕方がなく簡易救急箱を持ってくる。初老の男性は苦しみ続けている。そして動かなくなった。彼はとりあえず脈を測ろうと腕に触れた。だが触った途端すぐ手を 引っ込めてしまった。暖かくも冷たくもない。まるで物質みたいなものに触れたようだったからだ。突然、その初老の男性の手が伸びた。さっき引っ込めた手を強く握るように、その男は苦しみの顔と言葉を放った。 俺は苦しかったんだ。苦しくってここまで来たんだ。けれど、誰もいなかった。小屋の前まで来たのに、誰もいなかったんだ。その初老の男性の目からは涙が流れていた。 しばらく手を握ったまま、初老の男性は、呆然としている三人の登山者たちを見回した。そして溶けるかのように地面に沈んでいった。三人はしばらく立ち尽くしていた。そのうち一人が、もう遅いから寝よう、と言って、 三人は小屋に入り、何も言わずに眠りについた。次の日の朝、山小屋を出た三人は、夜中に起きた山小屋の前に行って、あの初老の男性がこの地から帰れるようにと、三人で祈り、帰ろうについた。 危険なポイント。うちの会社の周りの山について。うちの会社は市街地から2、3キロ入った山の中にありますが、普通に敷地内で猿が追いかけっこをしていたり、親子の鹿が横切って行ったりする卑怯みたいなところです。市街地からは比較的近いせいか。 老夫婦とかカップルとか散策がてら、軽装備で山に入っていってます。しかしこの山には林業従事者や地元の人たちは絶対にその先には一人や二人では入ってはいかないポイントがあるんです。ですが散策に来ている人たちはそんなこと知りませんから平気で入っていっています。 そして、一二年に一度は、遭難者が出ています。うちの会社は、そこに施設を整えて、五年くらい経ちますけど、二三年前の遭難者が、何回か見つかったりしました。普通は注意書きとか、縦看板とかを設置するんじゃないかと思っていたんですけど、この周辺には、 一切そういったものがないんです。うちの会社の入り口のすぐ前に山に入っていく道の一つがあるので昨年の地区会で注意看板を出そうと提案したところ許可がもらえませんでした。そして帰り道で地区長さんよりこう言われました。余計なことしないでね。 あとさ、これ以上、山のことは詮索しないで、と。去年は、老夫婦の遭難者が見つかりました。二年前の不明者で、地方版に小さく出ました。そして夏、今年も、ぼちぼち川遊びや、トレッキングに来られる人たちが見られるようになりました。 皆さんどうか無事にお帰りになってくださいね。人には見える。今年の夏祭りで嫌な体験をした。ベンチに座っていたらいきなり見ず知らずの老人が 私の前に来て、眉間にシワを寄せながら、私をじっと見て、おもむろに手を合わせて、お経を唱え出した。後ろを振り返ったけど、何もなかったよ。そのちょっと前には、図書館のカウンターのお姉さんが、私を見た途端、一瞬固まって、慌てて後ろを振り向き、 同僚のリアクションを確認するということもあった。その同僚さんは目を見開いて、手を口に当てて、私のことをじっと見ていた。大衆とか顔がありえないほどやばいのかなとも思ったけど、私のことを嫌っている人からも、臭いという悪口は聞いたことがないし、 夜の仕事の環境にはよく合うから、ありえないほどの不細工ってわけでもないだろうし。何か、ものすごいものに取り憑かれてるのかな、私。記憶。 祖母が八人姉妹だったんで、私の母が生まれた時は、たくさんの姉妹たち、母にとっては、おばたちがお祝いに来ました。生まれた時と言っても、さすがに、生後すぐに、親戚にお披露目するわけにはいかないので、二ヶ月くらいになるんですけど、その時のことです。母にはすでに、二人の兄がいたのですが、祖母の姉妹たちは、 祖母の前では最初の女の子と言うこともあり。かわいいお嬢ちゃんやね。将来が楽しみやわ。などと褒めていたんですけど、祖母がその場を離れると。ぶ細さくなあかんぼうやな。せめて目のところだけでもお兄ちゃんと取り替えられたらよかったのに。嫁のもらい手も苦労するやろうな。 せめて男の子やったらなぁ。などと口々にまだ赤ん坊だった母をけなしたそうです。母はその時の衝撃が忘れられなくて、生後二ヶ月にして、大人には裏表があるんだと思うようになりました。だからおばたちにもあまり懐かなかったんですけど、その時一人だけ 悪口を言わなかったおばには、懐いていたそうです。その後母は成長して、私の父となる人とお見合いをし、縁談がまとまり始めた頃のことです。結婚式の具体的な話をするため、おばの一人が、着物の柄など、見本を持ってきました。そのおばは、せっかくの花嫁さんやから、 ええ着物を選ばんとね。どんなんでも似合う野郎けどな、と言いました。それを聞いた母は何気なく言いました。私が赤ちゃんの時はあれだけブサイクだ、嫁のもらい手もない野郎って言っていたのに。おばが結相を変えて言いました。 あんたが言葉わかるようになってからは、そんな話はせえへん。ある意味では、おばは正直でした。言ったことだけは認めたのですから。しかし母は、その記憶に確証を持っていたので言いました。私は確かに赤ちゃんで言葉は話せなかったけど、 人の話がいつからわかるようになるか、おばちゃんはどうやってわかったおばはもう何も言い返しませんでした。その後おばたちは不用意に赤ん坊の前では話をすることはなくなりました。母は元からおばたちを信用していたわけではないので、それ以上関係が悪化することもなく、現在に至っています。 はがさないで。ある引っ越し業者の A さんは、その日、先輩たちと仕事をしていました。とりあえず、部屋の荷物はすべて運び終えて、A さんはぐるっと部屋を見渡しました。部屋はすっからかんになり、ふと柱に目がいったんです。柱には、 妙なものが貼ってありました。それは、お札でした。A さんは、少し、不気味に思いました。下の階に降りようとしている先輩たちに、このお札って、剥がしてもいいんですよね、と聞くと、先輩は、当たり前だろちゃんと綺麗にしておけよ、と言って、下に降りていきました。 A さんは、まずいことしてるんじゃないかな、と思いつつも、お札に手を伸ばしたその時、電話が鳴りました。自分の携帯かな、と A さんは思いましたが、違います。どうやら、この部屋の電話が鳴っているようなんです。しかし、先ほど電話回線は切られ、コードを ぐるぐる巻きにしたばかりです。電話がつながるはずがありません。恐る恐る、受話器を手に取りました。受話器の向こうから、聞き慣れた声が聞こえてきます。それは、この業者の社長の声でした。おお、ええか。どうだ調子は。 この後、バツバツさんちに行って、A さんは、この後もう一件、仕事をすることになりました。続けて社長は、ところでさ、柱に、お札とかあるだろあれ、剥がさないでくれよな。な。A さんは、え、もう、 剥がしてしまいましたけど。だって、そうしろって、先輩が。すると社長は、なんでなんで剥がしちゃったのと。A さんは、まずいことしちゃったかなと思いました。なあ、なんで剥がしちゃうんだよ。社長は、 怒鳴りつけてきました。A さんは怖くなってきました。するとだんだん、社長の声が、低い男の声に変わって、地の底からうなるような声で。なんで、剥がしたんだよ。A さんはそこで気を失い、気がついたら、まさに今。 お札を剥がそうとする瞬間でした。それ以来、この引っ越し業者に、新しいルールが加わりました。それは、お札、または、それに類似するものには、むやみに触ってはいけない。 自称、霊能者。職場の人の怖い話。自称霊能者の、K という人がいる。何でも、予知夢を見ることができると、周りに自慢していた。正直みんな、うさんくさいと思っていたんだけど、からかい半分で、朝に会うと。昨日は見たと聞いたりしていた。実際は、 予知夢というよりも、話した内容に、現実を合わせているって感じ。今日は営業の人に、怒られちゃう夢を見たよ。と言うと、わざとミスをして注意されたり。集刊の人に、ハンコを押そうとしたら、落としちゃってさ、ロッカーの下に入ってって、大変な目に遭いそうだ。本当に、 ハンコをコロコロ転がして、ロッカーの下に潜ってしまい、そばを通った上司が定規で引っ張り出す。当たっているといえば当たっているけど、なんかそれって、どうにでもなるんじゃないっていうものばかり。ちょっと変わった人だな、くらいに思っていたんだけど、そんなある日。今日は午後から病院に行くことになるから、仕事回さないで。 と言ってきた。具合でも悪いのか、と尋ねてみると。あ、いや、昼前にさ、怪我しちゃう夢見たから、って。さすがにそれはないだろうと、そう思っていたんだけど。でも、K さんは、給湯室で、包丁で誤って、手の甲の部分を、さっくりと切ってしまった。結構な出血だったことから、 タクシーで病院に、何針も縫う大怪我だったそうだ。麻酔が効いていて、手が動かないという理由で、午後は半休。予言通りになってしまった。本当に、予知無ができるのかな、とも思ったんだけど、自分でやってるんだとしたら、それはかなり怖いと思う。 変質者。学生の頃俺は、ストレスが溜まると、たびたび気候に走っていた。その時は、紙粘土で作ったお面をつけて、のっぺらぼうの真似事をしていた。さすがに、通報されたら面倒だと思い、人気が少ない、深夜3時くらいを選んで、適当な、自分の家から、 いい感じに離れた電話ボックスの中で数時間佇たずむ。誰が聞いてもおかしな行為だろうと思うけど、その時だけは現実から離れることができたんだ。自分自身がオカルトの一部になっているみたいな感じがして興奮していた。で、そののっぺらごっこを 場所を変えて何度かやっていたんだけど、数日後には変質者が出るという噂が立ち始めた。パトロールをしている人が現れ始めて、潮時かと思い、俺はその遊びをやめた。それからは普通に生活をしていたんだけど、ある時学校で先生から話があった。 どうやら近所で刃物を持った不審者が捕まったらしい。てっきりその不審者は俺だと思っていたんで驚いたんだけど、本当に恐ろしいのはその後だった。そいつが捕まったのは俺がちょうどのっぺらごっこをしていた深夜三時頃だったそうだ。もしも俺が あのまま続けていたらと思うと。真冬の浜辺で。中学の途中から高校を卒業するまで、東北の冒険にいた。高校2、3年生の時の友達が、 よく夏に海水浴に連れて行ってくれた。約10年前の大学4年の冬。就職したらなかなか会えないかもしれないな、なんて思って、友達に会いに行って、数日間遊びまくった。真冬でクソ寒いんだけど、俺があの海に行きたいとか言い出して、友達が車で連れて行ってくれた。 日本海沿岸の北部。車をギリギリまで止めて、少し歩いて降りていった。当然、誰もいない。波や雪を見て、関東出身の俺は、わあ、すげえな、とか言ってた。遠目に、ゴミとかたくさんありそうなところがあった。 そういうところを見ると、近づいてみたくなって、二人で歩いた。近づいていくと、なんか子供の声がする。二人で、子供がこんなところで遊んでいるのかな、なんて言いながら見てみたら、廃車が二三台置かれていて、その周りに小さな子供がいた。一人。 なんか着物みたいなものを着ていて、足を出していた気がする。だから二人で、この雪であの格好をマジかよ。とか言っていたら、いきなり子供がポーンと、廃車のボンネットの上に飛び乗った。それを見て俺は、あれは、この世のものではない、と、 一瞬思った。多分友達もそう思ったかと。俺か友達、どちらかがそれを見て声を出したんだけど。そうしたら次の瞬間、子供がこっちを向いた。笑っていた。そしてふっと消えた。友達が、うわーっと叫んで逃げた。 俺も後を追って、車までダッシュ。友達が急いで車を出して、海から遠ざかった。ずっと無言だったけど、ようやくそこで二人、口を開いた。友達は、見たかあれ。飛んで、こっちを向いたよな。しかも、鬼みたいな顔して。 あれ絶対幽霊だよな。海で死んだ子かな。なんて言っていた。けど俺が見たのは、笑顔の子供だったんで、少し食い違う。それで二人して、興奮状態で話していたんだけど、友達は鬼みたいな顔して睨んできた、と言い張るばかり。俺は、ふっと消えたというのが怖かったけど、 笑顔だった。結局、それは合致せず、おかしいおかしいと言いながら、友達があまりに変な感じなんで、街に戻って別れることにした。俺は止めてもらうつもりだったんだけど、急遽、素泊まりの宿に行くことに。なんていうか、自分は基本的に、 霊魂とか信じているからか、子供よりも友達のうろたいっぷりが一番怖かった。とりあえずはコンビニで、飯と酒と塩を買ってきて、その塩を自分にかけて、心の中で、もしも霊だったら成仏をしてください、とだけ唱えた。そのまま酒を飲んで寝て、朝新幹線で帰った。 当時はまだ携帯電話なんか持っていなかったんで、自宅に帰り、なんだかんだでその二日後くらいに友達の家に電話。友達の母さんが出て、ずっと風邪で熱を出して寝ているとか。その後も何度か電話をしたんだけど、友達はなぜか体調不良になってしまって、それに伴って、 メンタル的にもダウン。就職は内定していたんだけど、それも断って病院が良い。薬もダウン系のものを処方されているとか何とか。気分の落ちが一向に回復せずに、数年間引きこもり。それから何とか就職はしたものの、いいことはさっぱりない。 対して、俺の方はごくごく普通で、なんとか生きてきている。これって、同時に笑顔と、鬼のような行走を見たことに関係しているのかな未だに謎なんだ。 心霊トンネル。私は岩手県に住んでおります。それも岩手といっても、ほぼ青森県との県境の田舎町にいます。その日は、地元のお客さんの奥さんの実家に商品の納品があって、青森県のとある場所への配達でした。配達ルートを見た時点で、私は、 あちゃあ、ここは、あそこを通らなきゃいけないな、と、ちょっと嫌な予感がしたんです。そう、その場所とは、青森では割と有名な、心霊スポットの紹介雑誌、数紙に掲載されているような場所でして、簡単に説明をすると、青森県南部にある小さなトンネルです。数年前の夏、 暴走族同士の抗争があって、あるチームの少女が敵対するチームの数名に拉致されて置き去りにされた場所でもあります。心身ともにボロボロになった少女は、現場の近くにあった神社の鳥居の近くにあった白っぽい生で首を吊って、翌日神社に来た神主さんに遺体を発見されるという、 痛ましい事件がありました。その後、その場所や付近を通ると、昼夜関係なく、茶髪でワンピースを着た、白い紐を首から下げた、または手に取った少女を見かけるとか、カーステレオのラジオから突然雑音がしたり、雑音に混じって、 お前も仲間だろ絶対許さない。こっちに来いなど、恨みのこもった声が聞こえたりすると、噂が立っていました。面白半分で、現場に行った若い連中などは、急にエンストしたり、ライトのバルブが切れたり、エンジン停止中で、 カーステもオフの状態でスピーカーから声がしたり、また車2台で出かけた連中は、前の車が急にストして停車、後ろの車はブレーキが効かなくなって追突事故も起こすことがあったそうで、どうしても行きたいなら車は1台で行った方がいい、そんなつまらない噂も立ちました。 話は戻りますけど、配達相手の都合で、夕方に納品してほしいと連絡があって、しぶしぶ出かけました。いよいよ現場に近づく頃、できるだけ仕事に集中しようと心がけていると、急にキーンと耳鳴りが、これはやばいかなと思いながらも、無事にトンネルを抜けて、 しばらくすると耳鳴りも収まっていました。配達先で商談もあったため、家路に着いたのは午後8時過ぎ。夜とは言っても深夜ではないのと、机仕事が残っているため、例の場所を迂回することは諦めて、来た道を戻ることにしました。都会にいる方は、 想像できないと思いますけど、田舎の道路には、街灯などは、国道、県道、大きな街の道以外はほとんどなくて、夜はほんと寂しいものです。例の場所へ近づく頃、また、あのキーンという耳鳴りが、それも、来た時よりもさらにひどくなっていて、 頭に響くような不快感でしばらく行けば収まることを信じながらもそのような感じから少し怯えてしまって多分錯覚だとは思うんですけど後ろに誰かがいるような気配も軽トラックですから後部座席はないんですけどしかしここで バックミラーを見たらいけないと思って、とにかく運転に集中しました。しばらくして耳鳴りが解ける頃、ほっとしてバックミラーを見てしまいました。月明かりしかないはずなのに、ぼんやりと立っている人の姿。頭をうなだれた姿勢。そう。 首を吊られた時の姿勢で、さらに視線をずらした時、バックミラーに映る私の顔半分の目の脇に、もう一つ目が、目だけが映っていました。人の姿よりもむしろその目に驚いて、車を停車。頭の中で、ご先祖様、助けてください。 と祈りながらも、再度恐る恐るバックミラーを見ると、もう何も見えませんでした。なんとか気を落ち着かせようと努力をしながら、安全運転を心がけて無事に地元へ。自宅に帰る途中、地元の神社によってお参りをして帰宅しました。 うなされる理由。高校の頃、先輩から聞いた話。先輩の T さんがまだ幼い頃。夜、ぐっすり寝ていた T さんが、急にうなされ始めました。一緒に寝ていたお母さんが、起きて様子を見ると、T さんはうなされながら。腕が痛い。腕が痛い。 と言っています。お母さんは、ここが痛いのかいと腕を揉んであげますが、今度は足が痛い、足が痛い、と訴えます。言われるがままに腕や足を揉んでいたお母さんでしたが、T さんは一向に落ち着く様子もなく、さらにお腹が痛い、背中が痛い、とエスカレートしていきます。 さすがに、これは様子が変だと思ったお母さんが、明かりをつけてみると、そこには、中年男性のような、別人の顔になった T さんが、布団の上でもがき苦しんでいました。行転したお母さんでしたが、すぐさま仏壇の前に T さんを運んで、ここは、あなたの来るようなところではありません。 行くべきところにお帰りください。というようなことを必死に訴えて祈り続けました。その甲斐あって、T さんも次第に落ち着きを取り戻して元に戻っていきました。次の日知ったことですけど、前の晩近くの交差点で交通事故があって、中年の男性が一人亡くなっていたそうです。 時間は T さんがおかしくなった時間とほぼ同じ。この出来事は T さん本人も覚えてはいなかったんですけど、高校生になって初めてお母さんから直に聞かされたそうです。T さんは、自分の顔が変わっていたなんてシャレになんねえぞ、とかなり怯えていました。 登山者。これは前の職場の取引先の方から聞いた話。その人は登山歴数十年の大ベテランです。地元の県の山岳会の理事もしている。その筋ではちょっとした有名人らしいです。その人から聞いたある山での出来事。もう十年ほど前のことですけど、 その人は山岳界の仲間と定例の登山旅行で、北海道の大雪山に登ったそうです。名前は仮に田中さんとしておきます。登り始めた時は快晴だったそうですけど、変わりやすいのが山の天気。途中で大変なガスに巻かれて、視界が効かなくなり危険だったため、避難小屋で一泊することになったそうです。 普通の人であれば慌ててしまうアクシデントですけど、その時のメンバーは山のベテラン揃い。こんなことは日常茶飯事で平気な顔で用意していた食料と酒で宴会をしていたそうです。そして宴会が終わりかけていた夜の9時頃、避難小屋に一人の登山客がたどり着いたそうです。 まだ若い、学生くらいの男性で、メガネをかけた、打ちきそうな感じの若者だったそうです。ですが大変なことに、彼は足を怪我していたんです。酔いが回った目で見ても、かなりの重傷で、自力での下山は無理だと判断した田中さんとその仲間たちは、翌朝、天候の回復を待って、救助を呼ぶことにし、 用意の無線で連絡を取った上、朝を待つことになったそうです。しかし、なぜかその若者は、助けを呼んでもらったことに感謝は示したのですけど、何度聞いても、自分の名前や連絡先は言わなかったそうです。田中さんはベテランなんで、なんか訳があるんだろうと考えて、特に追求はせずに、 世間話をしていたそうです。その会があってか、若者は名古屋から一人で来たこと、小屋にたどり着くまで迷っていたことなどを話したそうです。やがて夜も遅くなったので、田中さんは明日のことを考えて、体力温存のため仲間と眠ることにしたそうです。 もちろん若者にも寝ておくようにと勧めたのですが、若者は首を横に振って、一人ヘッドホンでカセットを聞いていたそうです。田中さんは、きっと怪我が痛むんだろうなと思って、そのまま寝ることにしました。翌朝、田中さんや仲間が起きた時には、若者は小屋にいませんでした。 怪我をしていたので、遠くに行けるはずはないのですが、緊急事態と判断した田中さんは、仲間と慌てて近くを捜索したそうです。ですが、若者は見つかりませんでした。そうこうするうちに、昨晩要請しておいた、消防の救難隊が小屋に到着したそうです。田中さんは仕方なく、 救助隊の隊長に今までの経過を話して救助ヘリでの捜索を要請したそうです。ですが、救助隊の隊長の対応は奇妙なものでした。そのいなくなった若者の特徴をこと細かに聞いてきたのです。田中さんが知っている限りのことを話すと、 隊長はなぜか沈黙し、しばらくして隊員たちを呼び戻して、捜索の中止を告げたそうです。人命救助を何だと思っているんだと、隊長に詰め寄った田中さんに、隊長はある話をしたそうです。十数年前、この山の出現で、倒木を組んだ sos の文字が発見され、捜索の結果、一人の若者の遺体が収容されたことがあったこと。その若者の特徴や持ち物が、田中さんが昨晩あった若者と一致すること。そして数年に一度、そうした若者の救助要請が舞い込むこと。その若者は、 今でも助けを求めて、あの山をさまよっているのでしょうか。気配の正体。大学生活と新しい下宿にも慣れた頃の出来事。週末の夜。 暇だったんで、ネットをつなげて遊んでいた。時間が経つのも忘れてやっていたんで、気がついたら、二時を回っていた。そろそろ寝ようかな、と、ぼんやりと考えていると、何か気配がする。自分一人しかいない部屋なのに、何だろう、と思って振り返ると、いつもの殺風景な、 自分の部屋があるだけだ。その日はそれだけで終わったが、次の週末の夜も、またその次の週末の夜も、同じ時間に気配が。しかも人が、ゆっくりと歩くように近づいてくる感じ。怖いと思ったが、彼は正体を確かめてやろうと考えて、自分を中心に、 部屋全体を撮影できる位置にビデオカメラを設置しました。そして問題の夜2時過ぎ。机とパソコンに向かう自分の姿を撮影して何か映っていないかなとテレビにビデオカメラをつないで再生しました。画面に映し出されたのはいつもの部屋と自分の姿。 些細な変化も見逃すまいと目を凝らして見ていたんだけど何もおかしいものは映っていなかったやっぱり何も映っていなかったかとがっかりしビデオカメラを取り外してテレビの電源を切って画面を見ると安定したテレビに自分の姿そのすぐ後ろ 息もかかりそうな距離に、恨めしそうに睨む男の姿があった。これは、俺が調査員として事務所に所属していた頃のこと。その当時は、ストーカー関係の依頼が、 激増していたところで、自分が先輩たちと担当していたその案件も、ストーカーを辞めさせてほしいという中年男性からの依頼だった。ストーカーはその依頼者に身体的な危害を加えたりするわけではないらしい。ただずっと後をついてきたり、家の周りに出没して監視しているだけだそうだが、 奥さんがその話を依頼者から聞いて非常に怯えているとのことで何か被害が出る前に食い止めたいとのことだった早速調査に入って依頼者を追尾しながらストーカーが現れるのを待ったしかし一週間経っても二週間経っても全くストーカーは姿を現さない とりあえずそこまでの経緯として、ストーカーらしき女性がまだ姿を見せていないことを報告すると、え何言ってるんですかずっとついてきていたじゃないですかと言われた。しかし、追尾中に撮影した映像にも、それらしい人物は全く映っていない。おかしいなと思いつつも、調査を継続してほしいとの依頼だったので、 とりあえず継続。すると、追尾を継続し始めて二日目に、依頼者をずっと尾行している、それらしい人物が現れた。すぐに写真とビデオで撮影して、その夜に依頼者に報告をすると同時に、その女性を先輩にそのまま尾行してもらったのだが、途中で尾行は失敗してしまって、身元はわからず。 報告を受けて、写真と映像を見た依頼者は、これです。この女性です。と、青ざめた顔でうなずいた。そして次の日も、その女性は現れた。車を依頼者の家の近くに止めたまま、依頼者の家を監視していたので、車のナンバーから陸運局に問い合わせるも、 そのナンバーでは登録されている車はないとのこと。そして今度は、俺と先輩二人で尾行を開始。相手の車は、県境にある、とある山に入っていった。山道で深夜なので、通る車もほとんどなく。走っている車は、そのストーカーと、俺たちの車のみ。 すると、途中で舗装されていない山道に、ストーカーの車が入っていった。距離を開けてはいたものの、そんな状況だったから、気づかれたかな、と思い、山道の入り口から少し離れたところで車を停車したが、ストーカーの車は出てくる気配はない。車で入っていくと気づかれてしまうから、 徒歩で道が通じているのか確認をしてきてくれ。先輩にそう言われて、正直嫌だったが、少し藪の中を歩きつつ、その道沿いを歩いていくと、ストーカーの車が止められた一軒の家がそこにはあった。家は風雨にさらされボロボロ。これはほとんど廃墟だ。 こんなところに住んでいるのか家に電気はついていない。だが車が停車しているから、ここから先に道はない。この家にいるんだろうかしばらく、藪に隠れて家の様子をうかがっていると、突然家の中から。いえー 凄まじい絶叫のような叫び声が聞こえてきた。動揺していると再び。ひげー,ー凄まじい絶叫。俺は何が起きているのかわからず、ただ怖くて、そのまま逃げて車に戻った。そして車までたどり着いたら、そこに先輩の姿はなかった。 車内で待機をしていたはずなのに、どこに行ったんだと思って。先輩、どこにいるんですかと、声を上げた瞬間。ピピピピピ、ピピピピピ。無機質な携帯の着信音が、道路脇の茂みの中から聞こえてきたんです。茂みを見ると、そこに携帯が落ちていました。 それは、先輩の携帯でした。拾って出てみると、だ、だ、だ、ずけ、と、声がしたと思ったら、切れてしまった。かけ直そうとすると、圏外になっていました。車内にいるはずの先輩がいない。携帯が、茂みに落ちていた。 今の携帯での通話。さっきの家での説教まさか、ストーカーに連れて行かれてしまったのか。最悪の事態が、俺の頭をよぎって、恐怖でたまりませんでした。本当に怖かったんです。あの絶叫。そして県外であるにもかかわらず、 なぜかなった先輩の携帯。どこからかかってきたかもわからない怪しい電話。そこから聞こえてきた先輩らしき声。何かが起きたんだ。もうパニックで逃げようと思いながらも、先輩を見捨てることもできず、車の中でドアにロックをして、 ずっと泣きながら震えていました。そして朝になっても、先輩は戻ってこなかった。その頃には、ある程度、開き直りのような気持ちもできていて、何があったのか確かめたくて、あの家に向かいました。家に向かうと、あのストーカーの車は、まだ停車したままでした。 まだいるのかもしれない。そう思いながら家に入ると、そこには何もありませんでした。というよりは、人が入ったような形跡すら全くなかったんです。確かにあの絶叫が聞こえてきたのは家の中からでした。不思議だなと思いながら家中を見て回ってもただの廃墟 そして、ストーカーの車を見てみると、その車自体も、もう何年も運転したような形跡がなく、車内は荒れ果てていました。そんなバカだ、と思ってみても、何も出てこず、事務所にそのまま帰還。報告して、先輩が何らかの事件に巻き込まれた可能性もある、とのことで、 後日再び他の先輩と現場に向かいましたが、やはり何もありませんでした。先輩の家族から失踪届が出されたものの、何も進展はなく、警察にも通報もしましたが、事件性がなしとのことで、捜査もありませんでした。先輩の同僚の間で、探そうという声も出ましたが、 探すことはありませんでした。なぜなら、手がかりが全くないんです。あのストーカーを撮影した写真、ビデオ、すべてのものから、あのストーカーだけが、そこから抜け出してしまったように消えていたんです。確かに映っていたことは、たくさんの仲間が確認をしたはずなのに、 それから、依頼者の前にも、そのストーカーが姿を現すことは二度とありませんでした。一体あのストーカーは、あれは、霊だったんでしょうか。そして先輩がどこへ行ってしまったのかは、今でもわかっていません。 ゴミ捨て。先週の話、私は母に頼まれて、夜妹と一緒にゴミ捨てに出かけた。ゴミ置き場のある十字路には街灯はなく、とても暗い。だけど、私は嫁が利く方だから、別になんともなかった。一足先に出た妹に、すれ違いざまに会ったら、 一言言われた。人がいると。私は気にはしていなかった。別に夜の散歩だろうと。十字路に到着すると、確かにおばさんらしき人がゴミ置き場の前に立っていた。私は気にはせずに、その人の前を通ってゴミを捨てる。 その時視線を感じた。背中でも分かった。おばさんがずっとこちらを睨んでいるんだ。ゴミを置きながら考えた。なんでこの人はどこかに行かないのか。なんでここにどうしてずっと立っているのか。私は ゴミを捨て終わると、そそ草と元来た道を戻り、曲がり角でしゃがんだ。その間にも視線を受けて、少しだけ顔を覗かせてみると、おばさんはまだずっとこちらを睨んでいる。あの人絶対におかしい。その時車がやってきた。 これで、どんな顔の人なのかわかると期待したんだが、そのライトに映るはずの人は、その場にもういなかった。あれは人なのか、それとも霊なのかはわからないが、どちらであったとしても、嫌な経験だった。 近づくもの。僕が大学生だった頃、バイト先だったバーのお客さんの話。K さんは、その店に割とよく来るお客さんで、当時20代後半の会社員。僕と同じ、茨城出身の人でした。ちょうど今頃の季節で、ホタルが話題に上って、僕の地元は、 二三年前まではいっぱいいましたよ。俺の実家の近くじゃ全然見れないんだよな。いいな、ホタル見てえな。って話をしたんです。一ヶ月ほど後、久しぶりに店に顔を出した K さんが、他のお客さんが弾けた頃合いを見て、笑ってくれてもいいんだけどさ、 と言って、ぽつぽつと、そして淡々と、マスターと僕に語り始めました。僕と話して間もなく、夏季休暇の K さんは、実家に帰省したそうです。ある夜、やはりホタルが見たくなった K さんは、一人で車で出かけました。同じ茨城といっても、K さんの実家と、 僕の地元とはかなり離れていたため、K さんは知り合いに聞いて、ホタルが見られそうな場所を教えてもらったんです。車で3、40分ほどの距離にあるそこは、山のふもとの農村地帯でした。民家も一塊まりずつ、まばらに点在するばかり。ぼんやりと月が出ていなかったら、 きっと真っ暗。その代わり、ホタルは本当に結構な数がふわりふわりと飛んでいました。ケイさんはできるだけ民家から離れた山沿いの農道に車を入れて止めて、家から持ってきたビールを飲みながらホタルを眺めていたそうです。風流だな、とか、椅に入って。 そのまま、いい感じに酔っ払ったケイさんは、ちょっと酔いを覚ましてから帰ろうと、車の中でうたた寝をしたらしい。トイレに行きたくなって目が覚めた時は、深夜0時を回っていたそうです。車の外に出て用を足した後さ、せっかくだからホタル捕まえて帰りたいと思って、 その道をちょっと進んだところにちょうどホタルがいたから、そーっと近くまで行って、その時見えたんだよ。その道の左は田んぼ、右はそのまま山に繋がっている雑木林。K さんが車を離れて歩いていったちょうど横に、山に入る、 細い道があった。雑木林の中をまるでトンネルのように山に向かっている小道。その道の奥の方で何かがふらりと動いた気がした。月明かりがまばらに落ちているとはいえ、林の奥はなお暗い。暗さに慣れた目で確かめようとしながら、 自分の夜中にこんな場所に一人きりというこの状況に突然猛烈に恐怖が湧き上がってきた。ふらり。間違いなく見えた。林の中で動く人影のようなものが。寒気が走って全身にゾワッと鳥肌が立った。 やばい。何かわからないけど、これはやばいって思ったんだ。なのにさ、体がすぐには動かないんだよ。で、だんだんよく見えてきたんだ。それが。ボロキレのような布を身にまとった、人のようなもの。それが、ふらりふらり、揺れながら、 ゆっくりとこちらに近づいてくる。K さんはやっと動き出した。だけど、走って逃げ出したいのに、体が言うことを聞かない。まるで水の中にいるように足が重くて、渾身の力を振り絞っているのに、ぎくしゃくと歩くようにしか動けない。車に向かって、 全力で歩く。嫌だ嫌だ。パニックになったケイさんは、心の中で叫びながら、後ろを振り返ったまま、懸命に道を戻ろうとする。雑木林の細道から、それが月明かりの中に現れないようにと、必死に祈りつつ。でも、 それはやはりゆっくりと林から出てきた。それとの距離は明らかに縮まっていた。ボロ切れのようになった昔の仮絹のようなものを身にまとい。顔には面。だけど木の面には何も掘られておらず、目の部分にも 穴すら開いていない。面は縄のようなものでぐるぐる巻きに縛り付けられている。人間だったら前なんか見えっこない。なのにそれはスーッと体を回して悪夢のように正確に K さんの方に歩み出した。ほとり。 ほとり、左足と右足をゆっくりと交互に踏み出して、その度に体を不規則に揺らしながら、嫌だ嫌だ嫌だ !K さんがやっと車に潜り込んだ時には、それがもし走ったなら一瞬で追いつかれてしまうほどの 近さだったそうです。ずっとエンジンかけっぱなしだった車をすぐバックさせ、事故るんじゃないかっていうスピードで逃げ帰ったそうです。嫌だ嫌だ嫌だと心の中で叫びつつ、マスターも僕もさすがに笑い飛ばしたりはしなかったし、逆にケイさんも 未だに怯えていたってわけでもありません。ただしそれ以来、K さんは東京でも残業で遅くなった会社など、ちょっとした暗がりや人気のないところでもビクッとするようになったらしい。アパートの部屋も出かけるときには電気をつけていくんだよ。じゃないと、帰ってドアを開けたとき、 そこにいそうでさ。その後、少なくとも僕が知る限りでは、ケイさんは再びそれを見ることはありませんでした。<music> 一人ごとを繰り返す。 大学生の頃の話。当時俺は、大学からは離れた、実家から通学していた。当然のことながら、大学の近くで一人暮らしをしている友人の家に入り浸っていた。部屋の血もいいやつで、部屋は汚かったんだけど、とても居心地が良かった。ただ、会課の住人が、 少しだけ厄介だったんだ。深夜になると、必ず、一人ごとが聞こえてくる。上の部屋にも聞こえてくるくらいだから、結構な声の大きさだったと思う。何を言っているのかは聞き取れなかったんだけど、何というか、文句と言うか、怒っているような小姉で、感じが悪いなって思ってた。 でも、俺たちもたびたび飲み会をしては騒いでいたんで、お互い様と特に文句を言ったことはない。いつものように、そいつの家で飲み会をしていると、彼女連れで現れた友人がいた。もちろん歓迎して、みんなで飲み始めたんだが、その彼女がどうにも乗りが悪い。彼氏の後ろに隠れるように座って、 早く帰ろうとか促してる。でも、みんな車で来ていて、酒を飲んだこともあって、止まっていくことになった。夜中の4時頃だっただろうか。俺が目を覚ますと、みんな潰れてしまっていた。相変わらず、ボソボソと、耳障りな声が聞こえてくるし、 少し腹も減っていたこともあり、近場のコンビニへと向かった。駐車場の脇を通ると、友人の車の中に彼女が座っていた。起きているようだったんで、窓をノックしてみる。どうしたの眠れないあんなところ、いられないよ。 そりゃ、男の一人暮らしだからね。多少汚いのも仕方ないだろう。と言うと。彼女が、違う違うと首を振った。じゃああれかなと。ああ、あの声か。ほんと、うるさいよな。何気なく聞いたら、すごく驚いていた。 ねえ、あの声が聞こえているのわかっているのに、あの部屋にいるの正直、どういうことかわからなかったんだけど、振り返ると、開花の部屋の電気はついていない。真っ暗闇の中で、一人ごとを繰り返すおっさんを想像して、確かにやばいなと思った。 その後、彼女が言っていたことが気にかかって、部屋主や部屋に来たことがある人に声の話をしてみると、誰もそんな声は聞いたことがないって言ってた。友人から、例の彼女、霊感があるんだと聞かされて、さらに怖くなった。同時期に実家近くでバイトを始めたこともあって、そのアパートからは、 だんだん足が遠のいていたんだけど、数ヶ月が経って、怖さも薄れて、飲み会に参加することになった。久しぶりの飲み会は、とても楽しかったし、結構飲んだ。夜中の3時を過ぎると、ポツポツ潰れてくる奴が出始めて、そろそろ寝ようかということになった。 深夜のバイトをしていたんで、酔いは回っていたけど、なかなか寝つくことができない。すると、また声が聞こえた。誰一人、起きる気配はない。やっぱりデートが、そういうやつなのかな、と、ビビりながら目を開けた。暗闇の中に、白っぽい塊が、 ぼーっと見えた。息を殺しながらよく見てみると、五十代くらいのおっさんで、正座で、家主の友人の脇に座っていた。身をかがめて、友人の耳元に口を近づけ、お経のように、ぼそぼそ喋っている。友人を助けなければ、と思ったんだけど、 恐怖で体が動かなくて、目をそらすこともできない。とにかく、早く朝が来てくれ、そう願うしかなかった。多分、そんな長い時間ではなかったと思う。そのおっさんが、ゆっくりと振り返って、俺のことを見た。やばい、と感じて、 慌てて目を閉じて寝たふりをしたんだが、その間もおっさんの声は聞こえてくる。だんだんと声が大きくなってきて、わずかに聞き取ることができるようになってきた。辛い、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 辛い。憎い、憎い、憎い、憎い。 痛い、痛い痛い痛い、痛い。寒い、寒い、寒い、寒い。死ね、死ね、死ね。俺が、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 お,お前も、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  言葉にするのはすごく難しいんだけど、なんかそんな言葉をひたすら繰り返していた感じ。もともと怖い言葉だけど、抑揚がなく、ただ繰り返されると余計に怖かった。じっと耐えていたんだけど、どうにも気になってしまって、薄目を開けてみると、おっさんの顔が、 俺のすぐ脇にあった。ダッシュで外に出て、コンビニで朝を待った。始発が動くとすぐ家に帰った。起きたら俺がいなかったと文句を言われたが、朝一でバイトがあったことを思い出して、すぐ帰ったんだと言っておいた。暗闇で見たおっさんの顔は、 一生忘れることができない。色がない白黒映像のようだったけど、やけに鮮明で、毛穴のポツポツや、髭の剃り残しまで見えた。ぶつぶつ言っているはずなのに、口は一文字に閉じていて、目はなく、空洞のように黒く穴が開いていた。 部屋主にアパートで何か事件はなかったと聞いてみたんだけど、何年か前、行方不明になった学生がいたらしいとか、変な宗教にはまってしまって中退した奴がいるとか、あまり関係がなさそうな奴ばかりだった。こうして文章にするとあんまり怖くないかもしれないけど、その時は本気で怖かった。 部屋主は、その後も住み続けて、卒業後は県外に就職をした。俺は地元で働いたが、あの場所だけは、今も近寄ることができない。犬鳴き岩。 小学校に入ったばかりの頃、同じクラスにいじめられっ子がいた。貧しい家の子で、いつも悪臭を漂わせ、性格も暗くて、およそ子供らしくない男の子だった。ある日、公民館の庭で、藁の束で遊んでいた時、ふと思い立って、藁人形を作ってみた。 オカルト好きな少年だった僕は、予想外の出来栄えに、作るだけでは満足できなくなって、次の日、例のいじめられっ子の髪の毛を手に入れて、人形に埋め込んだ。さて、あとはどこかに打ちつけるだけだ。思いを巡らすと、少し遠出することにはなってしまうが、ぴったりの場所がある。 地元に言い伝えられている犬鳴き岩の周りは暗い林になっていて、牛の国参りにはうってつけだ。もっとも夜中に行くわけにはいかないので、土曜日の半分の後、半日かけてそこに行くことにした。次に犬鳴き岩を訪れたのは、それから数年後。 小学校の高学年になって、親友と大喧嘩をした週末だった。いじめられっ子も健在だったし、すっかり忘れていた僕が、なぜまたそこに行く気になったのかは、今でもわからない。とにかく前回のように、また犬鳴き岩にやってくると、以前と何も変わらず、暗い林の中に岩はうずくまっていて、 僕が以前人形を打ち付けた名残は全くなかった。前回と同じように、髪の毛は親友のものを使って、首の付け根めがけ、ひとしきりハンマーを振るうと家に帰った。親友とは翌週には仲直りをして、犬鳴岩の儀式は記憶の隅に押しやられていった。 その後覚えている限りでは、小学校の最後の頃に父親の、中学生になってからは兄の髪を持って犬鳴き岩に通った。でもそれも何事もなく過ぎ去って、もう思い出すことなどは何もないはずだった。すっかり忘れ去った記憶が蘇ったのは、それから十年近く経って、 久しぶりに、郷里に帰った時のことだった。親友とは、未だに付き合いが続いていた。成人して、酒を飲めるようになり、旧友たちとの再会に、話も弾んでいた、ある夜。小学生時代の、例のいじめられっ子が、若くして、命を絶っていたのを知った。 特に、親しくしていた者も,もいないので、原因は推測するしかなかったが、自宅で首を吊ったらしい。その話を聞いた瞬間、ちらっと、犬鳴き岩での記憶が脳裏をよぎった。しかし、あれは子供の頃、ただの遊びだったんだ。そう片付けて、僕はかつての、旧友の、 冥福を祈った。時が経ち三年後。就職して、郷里からはさらに足が遠のいたが、親友たちとの付き合いは続いていた。ある日、衝撃的な知らせが飛び込んできた。その親友が事故で亡くなったのだ。仕事で、 高所作業中の落下事故で、首の骨を折って即死だった。呆然としながら、やはり記憶の淵をかすめるものがあった。犬鳴き岩の思い出。僕はいじめられっ子の時と同じく、親友の髪を埋め込んだ藁人形にも、首に釘を打ち込んだ。 それも二三年後に。こじつけかもしれないけど、何か関係があるのではないだろうか。その直感が間違いないと確信をしたのは、そのさらに二年後。父が突然の心臓発作で亡くなった時だ。父の人形は、胸に釘を打ち込んだ。 偶然かもしれない。偶然かもしれないけど、出来すぎではないか。その一年後、兄が亡くなった。交通事故で頭部がめちゃくちゃになって、葬儀屋はひどく苦労したらしい。兄の人形には、断面に当たる部分に釘を打ち込んでいた。 僕はオカルトは好きだけど、幽霊の存在なんて信じていない。超常的な現象も、不可思議な力もだ。犬鳴き岩に打ち付けた藁人形。それと続いた一連の死については、関係があるだろうと確信をしつつ、心の底では、そんな馬鹿だと思っている。 いや、そう思いたい。なぜなら、犬鳴き岩には、もう一度だけ通ったからだ。兄の藁人形を使ってから二年後、中学校三年生の時、人間関係に悩んでいた僕は、やや自暴自棄になっており、自分の髪の毛を藁人形に詰めて、 犬鳴岩に打ちつけた。五寸釘で、全身何箇所も。今兄の死から、一年と少し経った。あの犬鳴岩は、今でもあるのだろうか。